皆さんこんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。今年もプレゼント企画やりたいと思います。1日取った分、寮で取った分、全プレ今年も5名様に全プレしたいと思います。寄島の魚介類が食べたいなと思っていただける方はぜひ応募してください。応募期間なんですけど、抽選の動画が上がるまで、12月に入ったら抽選の動画を撮ろうと思いますので、だいたいそれぐらいまでに応募していただければと思います。応募の方法なんですけど、概要欄にインスタのアドレスを貼っておきますので、できればそこに応募していただきたいんですけど、後から当選者の方に連絡取りやすい。なんせこのチャンネルは45歳以上の視聴者さんがとても多いですから、インスタがわからないという方がたくさんいらっしゃると思いますので、そういう方はですね、コメント欄で結構ですので応募してください。ふるってご応募ください。よろしくお願いします。チンコギ最後の日です。結構風があります。いつも傘があるところばかりあって、ちょっともう足も腰も痛いんで、まずは傘のないところから始めます。ほぼ一緒ですね。ポチ1本、チヌ3匹、ゲタ4枚、あとは貝っていうね。ちょっとどうしましょうか。楽だからいいんですけどね、ここが。今日はどこへ行ってもエイだらけのような気がしますね。もうだんだん増えてきてるんで、もう出てきてるんでしょう、他から。赤ゲタよりももうちょっと肉質が硬くてね、
こっちの方が人気っすね。でもなんか年の人は赤の方が好きっぽいです。肉が柔らかいしあの味がよく染み込む。もうここもね本当に貝の墓場みたいになっちゃって、何箇所かあるんですよね貝の墓場。あんまりね貝がババアキするのもあんまり良くない。創業的なもの。これ多分大鳥貝なんですよね。ミルク貝じゃないと思うんですよ。ミルク貝では中身入りが見てみたいですね。食べてみたい。ダベジの方行こうかなと思ってたんですけど、だいたいそう思ったら嫌な目来たりするんですよね。台湾ですけどカニもおるし、もう綺麗、めちゃくちゃ綺麗。ミシはできるし、ちょっとしばらく辛抱しますか。それにしてもいい、すごい。ずーっといなかったんですが、最近も日に日に増えてます。これも川から出てきてるんでしょうね。山根についてたやつ離れてるんですね。水温下がったから活動的になったのかもしれないですけど、なんか他の魚は活動的じゃなくなってきてるのに、エイだけ。さらに移動。いなくなったんで、魚が下水島まで帰ってきてますか。まあ、この網はまあ良かったですけど、これが続かないですよね。起死回生。今
回も寄島の渡りガニ漁って絶対台入れるんですけど、冒頭にゼロか思ってた今日一日。まあゼロの日があることも珍しくはないんですけど、やっと生きておった。おお、なんか見えてる。頼む、硬くあってくれ。お、よかった、嬉しい。まだ入ってないかな。しかも横だけじゃない、厚みもすごい。あっかけ、しかもな、それより何よりこれでしょう、素晴らしすぎる。で、OK ってことで、これはナイスセット。台湾もほんと馬鹿んできないですよね。あとはいいダコもいいですね。こういう貝殻多いとこがね、いいダコ多いですね。ちょっといる気配がない。寂しいんで移動ですかね。ちょっとだけ、まあ、ずらしながらやっていきましょう。ちょっと柔らかい方をかけたんで人手がいるかもしれない。しましょう。ほんと初めて見た。まあ見たいうか見たことはありますけど、初めて撮りました。ちょっと感動。どこで入るんだろう、こんなんね。石の根かな。すぐそこに太郎兵衛、二郎兵衛って、ね、昔から呼ばれてる2つ石があるんですよね。そこ船で入ったんですよね。
ずいませんでしたけど、珍しいものが見えたんでしょうか。初めて撮りました。では帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。撮影日じゃない日に撮ったんです。これ何この巻き巻き、すごかろう、巻き巻き人工物かと思ったらちゃんとした貝らしい。なんかおらんのよ、さすがに。うん、内容の方のやつらしいよ。へえー、こんなとこ来てからに、うん、この魚自体は撮ったことあるけど、あれなんで、あっきすごかろう、なに、あっこれ、これあ、こうでっか、こんなでかいの初めて撮った。へえー、でかちっちゃいのは撮ったことあるけど、ちっちゃいの見たことがあるしな。まあ、打たせの人はこれ以上なくて来るけどな。そうなん、釣りの人もこれ以上なくて来るけど、へぇ、チェーン込みに入るなんて驚きです。うん、なぁ、チームは50から60。うん、まあ、去年の2倍以上の値段が来たり、去年で130キロくらいだったり。うわ、ダメ。そうなんだ、効率がよろしいじゃん。効率がいい、楽です。ほぼ台湾ガザンですけど。あ、そうだった、ダメ。でも台湾ガザミはなんかじゃんけど、うん、ちょっとバカにならないかなと思って、いいと思います。はい、ガラ拾ってみました。はい、おかず分しかおらんので、はい、これだけしかおらんのでおかずにします。はい、かき揚げということで、はい、皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。今日チンコギの最後のつもりでこの朝桁に積み替える予定だったんですが、相場良すぎびっくりした。本当に目玉が飛び出るぐらいびっくりしました。これは少々いなくてもチンコギへ行ってた方がいいのではないかと思わせるぐらいの相場でした。悩む、めっちゃ悩みますね。桁行こうかチンコギ行こうか。千葉の方からいただきました。なんと千葉のお酒なんて飲むの初めてですね。え、なんて読むんじゃん、方針でいいんですかね。 C の玉く、まあ漢字は違いますが、純米大吟醸千葉日本酒活性化プロジェクトで、あ、キノエネか、なるほど、キノエネですね。確かにそう言われたらそういう見方はしてなかった。キノエネだ。米は山田錦。おお、関東のお酒に触れる機会がないんで千葉県のお酒楽しみですね。いただきます。あ、香りは、香りはすごいです。ほぼない、かなり風味のいい香りがかすかに漂ってきます。ではいただきます。おお、このパターン水です。やばいやつのパターン。匂いは全くない。日本酒はちょっと匂いが鼻につくときあるんですけども、全くないですね。まあその代わり大吟醸にしたフルーティーな香りもかすかに漂ってくる感じだけですね。うまい、後から来ます。うっすらフルーティーが後から来ます。あ、これはうまい。あー、何だったかな、以前京都のお酒にちょっと近い松本か、そっち系ですね。もう松本よりもさらにあっさりな感じ。完成、完成いたしました。今日の塩は何にいたしましょう。こちらにしましょう。能登のハム塩、一番大好きです。優勝です。自分の中でもう手に入りませんので大事に使っております。とにかく何の料理に使ってもその料理の素材の味を最大限に引き出してくれるのはもうこの塩ですね。では今日も丼をよいしょよいしょ作っていきたいと思います。どうだ、800円。ではいただきたいと思います。もう一丁。エビの甘さと玉ねぎの甘さが本当にたまらんですね。でやっぱり能登の浜塩は本当にその素材の味を邪魔しない、全くこれ味付けしてる感じがもう全くない。ただその素材の風味を増してくれてるだけって感じです。まあ桁になったらみんなガラエビ取ってきますんで、今年はまだ小さいですよね。10月末ですけど、今10月末ってもう大柄がいるんですけどね、もういませんね、遅れてるんでしょエビは。
今回もご視聴ありがとうございました。ママカリ港の中に入ってきてます。満足ですか？あ、こっち。